神宮寺ユタパリで初めてのハイジュエリー体験巨大パールに感動神宮寺裕太の秘密のスタイリング術ジージャンとパールの大胆コーデ6月のある晴れた午後パリの中心部で行われた三木本の新作ハイジュエリーイベントはまるで夢のような光景だったその中でも特に注目を集めたのはナンバーアンダーラインアイのメンバーである神宮寺裕太の登場だった 彼はノーブルで美しい佇まいでパールのジュエリーを身にまとい、観客の目を釘付け気にした。彼の姿はまさにジュエリーの輝きを一層引き立てる存在であり、その魅力は多くの人々の心を捉えた。イベントの最中、神宮寺はいくつかのメディアのインタビューに応じ、その様子が各 SNS プラットフォームで公開された。ファッションメディア、ファッションフナップの公式インスタグラムには、 彼がジュエリーやファッションに対する愛情を語る動画が投稿された。彼は、ファッションは好きですかという質問に対し、ジュエリーだったり、洋服が大好きなので、これを着たらテンションが上がるなとか考えながら準備しています、と答え、ファッションに対する情熱を垣間見せた。また、好きなスタイルは、という質問には、僕は結構、カジュアルな服が好きなので、最近は、じいじゃん着て、 その上にパールをつけさせていただいていますと答え、自身のスタイリングの秘訣を明かした。彼は三元のパールについても、早速使わせていただいていますと笑顔で語り、その満足感を隠さなかった。さらに、彼はパリでの滞在についても楽しんでいる様子を見せ、クロワッサンをいただいて、一つ夢が叶いました、笑い。あとエッフェル塔も、ピカ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 っていうのを見させていただいて、 すごく思い出に残りましたと語り、パリの魅力に浸っている様子だった。彼は最後に自分たちの音楽だったりファッションだったり、そういう個性を世界中の方に見ていただければ嬉しいとコメントを締めくくり、世界に向けてのメッセージを発信した。オーナパンの公式インスタグラムでは、彼が人生で初めてハイジュエリーを見た時の興奮を語った。人生で初めてハイジュエリーを見させていただいて、 見ているだけで気分が高揚しましたと目を輝かせながらコメントし、特に気になったアイテムはという質問に対しては、難しいですね、と悩みつつも、私が付けさせていただいているもの。本当に感動しました。こんなに大きなパールを見るのは初めてですし、こんなに貴重なものを付けさせていただいて。本当に感謝です、と微笑んだ。また、 パールのジュエリーをつける男性が増えてきた現状に関しては、僕もつけさせていただいているんですけど、夏の T シャツとかラフな格好にも、僕はパールをつけたいと思っています、と述べ、新しいファッションのトレンドに対する自信を見せた。エルジャパンの公式インスタグラムでも、彼はパールのハイジュエリーについての感想を述べた。どれもすごい素敵でしたし、立体的に見えるのが感動しました、とコメントし、 パリの街を楽しむ様子をを語った街を歩くだけで楽しい笑いと充実感をにじませた彼の姿は多くのファンにとって癒しの存在であった神宮寺ユー太のノーブルで美しい佇まいにパールが生えてとっても素敵でした少し恥ずかしそうにインタビューに応じる姿もぽやぽやと可愛らしくて癒されましたこんな機会がたくさん増えていったら嬉しいなと思います 彼のパリでの経験は、彼自身の成長にもつながるものであり、多くの人々にインスピレーションを与えるものでした。パールという素材の美しさ、そしてそれを身にまとうことで感じる特別な気持ち。それはただの装飾品ではなく、自己表現の一つとしての重要な役割を果たしています。彼のファッションセンスやスタイルは、多くの人々に新しい視点を提供し、 パールのジュエリーをもっと身近に感じさせるものとなりましたこのようなイベントを通じてファッションやジュエリーの魅力を再認識しそれがもたらす喜びや興奮を共有することができるのはとても素晴らしいことです神宮寺勇太のような人物がその先頭に立ち多くの人々に影響を与えることでファッションの世界はますます広がりを見せることでしょう彼のこれからの活動にも期待が高まります 神宮寺のパリでのエピソードはただのイベント参加にとどまらず彼自身のキャリアや人生においても大きな意味を持つものとなりましたパールのように輝く彼の未来がさらに多くの人々に希望と喜びをもたらすことを願っていますパリでの神宮寺雄太の経験は彼のキャリアだけでなく彼自身の内面的な成長にも大きな影響を与えました ジュエリーやファッションに対する新たな視点を得ただけでなく、彼の感性や美意識も一段と磨かれたことでしょう。この特別な経験が、彼の未来の活動にどのように反映されるのか、非常に楽しみです。彼がイベントで語った言葉の中には、ファッションに対する深い愛情と、それを通じて自己表現することの楽しさが溢れていました。彼の言葉一つ一つから、ファッションが単なる外見の装飾にとどまらず、 自分自身を表現し、内面的な美しさを引き出すための重要なツールであることが伝わってきます。彼が自身のスタイルをどのように作り上げ、どのように楽しんでいるのか、そのプロセスを共有することで、多くの人々が自分自身のスタイルを見つける手助けとなるでしょう。また、彼がパリで感じた喜びや興奮は、彼のファンにとっても非常に大きなインスピレーションとなりました。彼がクロワッサンを食べたり、 エッフェル塔のライトアップを楽しんだりする姿は、まるでファンと一緒にその瞬間を共有しているかのような親近感を感じさせました。彼の純粋で素直な感動は、多くの人々にとって共感を呼び起こし、彼の魅力をさらに引き立てました。神宮寺のファッションに対するアプローチは、非常にユニークで個性的です。彼はカジュアルな服装にパールのジュエリーを合わせるという、 一見ミスマッチに思えるスタイルを巧みに取り入れ、それを自分自身のスタイルとして確立しています。このような大胆なファッションセンスは、彼のクリエイティビティと冒険シーンを表しており、多くのファッション愛好者にとって新しいインスピレーションとなっています。彼がパールのジュエリーを愛用することを通じて、男性がパールを身につけることに対する固定観念を打ち破り、新しいトレンドを生み出しています。彼の影響力によって 多くの男性がパールのジュエリーを取り入れるようになりその魅力を再発見しています彼のファッションに対する柔軟で革新的なアプローチは多くの人々に新しい視点を提供しファッションの楽しさを広めていますさらに彼がパリでの経験を通じて得たインスピレーションは彼の音楽活動にも反映されることでしょうファッションと音楽は密接に関連しており 彼のスタイルや感性は彼彼のの音楽にも大きな影響を与えます彼のファンは彼の新しいスタイルや音楽に触れることで彼の成長を感じ取り一緒にその旅を楽しむことができるでしょうこのように神宮寺勇太のパリでの経験は彼自身の成長だけでなく彼のファンやファッション業界全体にも大きな影響を与えました 彼のノーブルで美しい佇まいとパールのジュエリーが織りなす特別な瞬間は多くの人々の心に深く刻まれています。彼がこれからも新しい挑戦を続け、その魅力を発信し続けることを心から期待しています。そして最後に彼が示してくれたように私たちもまた自分自身のスタイルを見つけ、それを楽しむことを忘れないようにしましょう。ファッションやジュエリーは ただの装飾品ではなく、私たち自身の一部であり、私たちの個性を表現するための大切なツールです。神宮寺由太のように、自分自身を大切にし、自分らしさを追求することで、私たちもまた輝くことができるのです。